鉄道線の駅である。路線上は、愛の風と山鉄道線の途中駅であるが、一ブり駅等東の越後ときめき、鉄道日本海ヒスラインの全列車が当駅に発着し、運転系統上では、両社の境界駅と位置づけられている。開業当時の駅舎短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線を有する地上駅である。駅舎は、 短式ホーム側にあり、ホーム間の移動のために、古線橋がある。JR 西日本時代は、富山地域鉄道部管理の直営駅で、緑の窓口、自動券売機設置駅であった。愛の風と山鉄道への経営監後も、同社の直営駅として運営されており、緑の窓口も引き続き設置されている。駅構内には、自動券売機、待合室及び便所があり、 wifi の利用が可能である。また、富山県内の愛の風と山鉄道線内に限り、移行か及び相互利用の交通系、IC カードが利用できるため、JR 西日本と同仕様の移行か、チャージ機があり、クイックチャージも対応している。2017年3月の新旅客案内システム導入に伴い、朝日町商工会が制作した豆なき朝日のアレンジが到着メロディとして、 使用開始された。当駅における貨物取扱いは1972年10月2日に廃止された。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は、 以下の通りであった。2020年度の1日平均乗車人員は481人である。各年度の1日の平均乗車人員は以下の通り。駅前には商店街、住宅街が広がる。朝日町バス。ありがとうございます。